とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、最近ちょっと多い質問なんだけども、締め具はどこで取るのが一番効率的でしょうかと、いうことだね。黄金の締め具は、まあ、古代狩りなんだけども、あんまり出ないです。あんまり出ない。なので最初はね、黄金じゃなくて普通のやつを狙っていっていいと思います。普通のやつは、この締めっぽい洞窟、ここが一番取りやすいです。ここの、最後のところに黒宝箱が確定であるので、まあ他のところよりも効率的にユニーク品の武器を入手することができるようになってます。まあ、周回もね、早くできるっていうのがポイントの一つでもあるけどね。はい。ちょうどそこのね、デイリーチャレンジが今日は出てました。レベル3だけども、大丈夫じゃない ?50% がハスクで毒の蜘蛛持ってるっていうやつ。まあ、ペットは装備しないけども、多分いけるでしょう。うん、行ってみます。まあ、サクッと、行っちゃいましょう。ちょっと待って、え、毒ダメージなんかえぐくない？毒ダメージがなんかものすごかったんだけど、え、毒の雲ってそんなダメージあんの？びっくりした。あ、まあでも攻撃食らわなければ大丈夫か。いやでも、おいおいおい、ちょっと待って、毒の蜘蛛のダメージがエグすぎる。え、これちょっといけるか？なんか、いけるか不安になってくるレベルなんだけどね。お、ちょっと待って、ダメージエグ。なんだ、自分がさ、使う時の毒の蜘蛛の威力はそこまでないのにさ、何この敵、おいおい、この差はなんだ、敵が使うとこの強さ。もうこの差はえぐいってほんとやば。あ、でもまあ普通にねクリアすると思うと、あの走り抜けるのが一番いいよ。あ、やばい、死ぬ、絶対死ぬ。走り抜けて、クリアしていくっていうのが一番早いからね。おい、やば、死ぬ。お、危ない、ちょっと待って、雲との相性が悪すぎ、雲やばい。ほほー。おお、まあまあ。今回は倒していってるけど、倒さずに走っていくのがいいです。まあ、そういう動画は結構出てると思うんで、他をちょっとね、チェックしてみてください。まあ、ブーツと、マントだね。幽霊マント。あれを装備して、ダッシュで行くっていうやつです。それをまあ、やるには、クールダウンがちょっと多めに必要になるので、まあ、装備品はいくつか、絶対必要っていうものが出てきます。おいおいおい、ちょっと待って、ひどいって、ひどっ。おお、やっぱね、デイリーのね123ってあるけど、3は段違いに難しい。3の難しさってないよね。まあ敵の攻撃力かな、もうとにかくえぐいんだよね。いける、もう洞窟に着くぞ。はいはい、まあまあ走ってここまで来ると、まあ1分かからないぐらいでここに到着すると思います。うわ、やばいって、死ぬやん、こんなんこんなん絶対死ぬ。回電付きとか絶対死ぬやつ。ああ、嘘、やべ、やばい、死ぬ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 、ほら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 、ちょっと待って、これ無理。回復もついてる、これは減らしきれない。ハスク特に HP 高いからね、ちょっと厳しいです。抜けます。はい、いやー、ちょっとジャンプしよう、厳しくなってきた。やっぱりね、デイリーさんを舐めてたね。
デイリーさんを舐めちゃうと、こうなるのよ。OK。と、基本的に、ジャンプしていくと、戦いを回避できるので、おすすめです。ジャンプする場所とかは自分で慣れるようにしてくださいね。これ何回も何回も自分でやっとかないと、慣れないもんね。コツは自分で使うみたいな感じじゃないと難しいです。で、こっち側でもできれば戦いたくないな。おお、当たり。当たりだね。いけるか。まあ、怖えな。チャンスは何回かだよね。ここの抜け方がちょっと難しいんで、ここはね、かなり俺も練習した。一応ここ全部倒した後に何回も何回もやったんだよね。よいしょ、OK! よいし。まあ今華麗にね、一発で決まったけども、最初はなかなか決まらないからね、これ。はい。まあまあ、戦わずしてクリアできる場所なんで、ここで締めを集めるといいですよ。どうだろうか。はい、外れです。外れです。運が良ければ、1時間回れば、2、3個出ます。運が悪い時は、2時間回ってゼロとかもあります。まあ、それは、その時だね。その時次第です。で、今回のデイリークエストの報酬は何でしょうか？え、防具？武器？どっちだっけ？にしても、毒の蜘蛛やばかったな。あんな食らう？あんな食らうんか。霊気もきついね。まあ、とにかく、なんだ、やばいエンチャントが2つ以上重なると、無理だもんね。ちょっと無理ゲーになってくるから。はい、見てみましょう。なんでしょうか。おー、氷の牙か。まあ、そんなに必要なやつじゃないけど、254となかなか強いやつでした。はい、こんな感じです。ではね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。